こっちやって、またこっちやって、こっちやったら最後右足出して、待たせたな。はい、もう最後です。ダパンプ USA 感想と最後の方の振り、これでもうあなたもダパンプです。どうぞ健三の名を、称号を継いでください。いや、な、勝手なこと言うな。ということでヒイラギですけれども、はい、もう USA ラストですね。振り付け、感想部分、そして最後の、まあ、ちょっと簡単ななんか遊び心あふれる振り付けなんですが、感想が地味にきつかったです。地味にきついんですけど、ちょっとやってみると、ちょっとゆっくりやるのがきついんで、カウントがなんかね、リズムとかが狂ってるかもしれないけど、簡単にやってみると5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、ドク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 あ、ドク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 あ、ドク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 1、2、3、4、2、8待ち、2、8待ちます。2、8待って5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、ラストのサビっていう感じです。はい、まず感想の最初なんですけど、僕無理っす。これ無理です。股関節の構造上無理でした。振りの構成としては、もう体だけやると、上半身だけやると、よっしゃ、よっしゃ、あ、よっしゃ、よっしゃって左右にこう揺れながらよっしゃをやるんですが、それによって足が、内股でまずダウンを取る。で開いて、ももバチコンさせて、ももバチコンさせて、今度こっちでももバチコンさせてっていう、股関節が柔らかくないとちょっときつい振りです。だからダパンプのメンバーによっては、なんていうかな、もうこんな感じ、もうさっき僕がやったようなこんな感じになったんですけども、まあ、とにかくこのももを合わせた時にダウンというか、よっしゃで両足ついて開いて、今度はこっちでよっしゃ開いて、よっしゃ開いて、よっしゃ、ももを開いて閉じて開いて、よっしゃっていう、このなんでここはちょっと、いや無理と、俺はそこまで、俺はその股関節にかけてねえんだっていう人は、普通にもうダウン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 でいいんじゃないかなと思いますが、まあせめてこの桃をこうバチコンさせるぐらい、まあこの僕のこのちょっと奇妙な、ジョジョの奇妙な、ジョジョの奇妙な桃みたいなのを、はい、もう続きをやっていくんですが、続きは、こう4回ですね。4回よっしゃが終わったら、右足浮いてる状態で1回後ろに下がります。まあ、後ろっていうか斜めに下がって、今度前後ろ、また後ろ行って前前前で止まるっていう感じです。で止まった状態でジャンプして、例のインベーダーゲームみたいな動きになるんですが、ここはもうご本家様がね、解説をしてました。胸を回しながら、こんな回さなくていいと思って、もう軽くなく胸を回しながら、これでトゥク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 っていうってね、言ってましたね。で、なんか手をブラブラさせないと、けど、胸回す、ふざけんじゃねえと思った人がいると思うんで、若干ですね、僕が若干やってみると、肩をまずちょっと上げます。軽く上げる。で肩を上げるって言っても、めっちゃ汗やばくない？今気づいた、汗やば。プリキュアスマイル超人、はい、着替えました。もうお尻もぐっちょりよ、ちょっとやだもん。はい、何の話してたっけ。胸の回し方なんですけど、肩をちょっと軽く上げる。まあで次、胸だけ前に出す。この時この肩のこのアンバランスさがリセットされます。両肩同じ高さ。次は左肩を上げる。で左肩を上げた時に、この出てる胸がノーマルの位置に戻ってきます。でできればもうこのノーマルの位置より後ろに引っ込ませる。右前で左上げながら後ろ、右上げながら前、左上げながら後ろ、
右上げながら前、左上げながら後ろっていう、こうしたら胸がまあ回るんですけれども、まあ、このうちちょっとこの手がねブランブランさせんなって言ってたんで、あんまりだからこれ大きくやらずにもう軽く軽くです、軽くやるんです、軽くやるっす、軽くって感じです。で軽くこれをやりながらこのインベーダー歩きを、インベーダー歩きをすればいいんでしょうけれども、ちょっとこの連携っていうのかな、これ上しながら、上を動かしながらこれっていうのはもしかしたらきついかもしれないので、下半身に関しては多分ねバスケ部とかは速攻できると思うね、これあーあーっていう練習があるじゃないですか。なのでこの上半身とも一緒にやるってなったら若干きついと思うので、まあ、まずは大げさでもいいんでこの胸、肩、あ胸あ引っ込めてっていう、これを練習してみてください。でこれをだんだんコンパクトになんか省エネでやれるようになってきたら、あじゃあちょっとステップと私組み合わせて見ようかなみたいな、ごめんなさい今もう今目ガバガバやってるね、もうどこそこ動いてたけど、まあコンパクトにこれが、コンパクトにこれができるようになったら足と一旦ちょっとずつ、怪しいものじゃないですよ、ちょっとずつこうちょっとずつちょっとずつ組み合わせていこうかなみたいな、こんな感じでいいと思いますよ。さあそしてラストも一番最後、終わる直前の振りなんですが、皆さん V の字の V の字に変形したらやりますね。はい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 、もう一回はい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 、もう一回はい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 、ラストで志村、終わった終わったよ USA、 もう汗びっちょりやし、帰る帰る帰る前にお伝えしましょう。ですね、最後はもう見たまま、見たままなんですが、手を回して構える、回して構える、回して構える、肩からこう回さないですね、肘をだけ回すみたいな感じ、回して構える、これに合わせて足を開いて戻す、開いて戻す、これを飛びながらこう方向を変えなきゃいけないので、ちょんちょん下にという感じです。これでこの今斜めを向いている状態から反対の斜めを向いて、左手からショッショッショッです、刺す刺すに合わせて後ろ乗り、後ろでこう後ろ引っ張られるみたいな感じで、後ろ後ろ後ろ止まる、3回で止まります、ドンドンドン、そして今度トーンあトーンあちょいちょいちょい、今度は右手です、これを繰り返すだけですね、はい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 、カウントでやったらワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイト、セブンエイトで止まっておくっていう感じで、今のを4回ですね、4回こっちやって、またこっちやって、こっちやったら最後右足出して構えて終わりですね。これが多分あのなんて言うんだろう、花形なんでしょうね、このダンスのポーズのスタイリッシュアイーンです、こうじゃない、こうです、こう頭みたいな、頭隠すみたいな、まあ、ポージングをして終わりという感じになりました。以上です。はい、イントロから始まり A メロまで行き、 E メロもやだ、サビも感想だなんて、ラストまで終わりました。はいとですね、やっぱ最初です、一番最初イントロが僕は一番きついと思いました。もうだってなんか、うん、あれが一番多いはきついと思うし、特にこことかもうなんか初見でもううわ無理って思うようななんか動きだけど、ここさえクリアしてしまえばすごい、やっぱりなんていうか2018年のもうなんていうんですかね、顔じゃないですか、2018年のダンスといえばっていう感じなんで、ぜひね皆さんもう自分なりでいいんで、なんかね練習してみたらきっと皆さんもダパンプの皆さんも本望だと思います。最後いい話風に持っていこうとしてやがるこの野郎って思ったかもしれないけど、いやマジマジなんていうかな、その確かにちょっとダンスをね、ダンスの楽しみっていうのは上手い下手だけじゃないです、楽しいか楽しくないかとかあるっすよ、そういうのもあるっすよ。だからなんていうかこのこういう動きがなんかうまくできないと、それでもいいんじゃん
いいんじゃん。例えばなんか宴会で踊る、結婚式で踊る、文化祭で踊る、いいんじゃん別に。みんなが楽しければそれでいいんじゃんな。まあ、そのなんか下半身を露出してこうやるとか、それはちょっと、それちょっとね、みんな楽しいかどうかわかんない。ちょっと僕も長いことこのフルで一個の振りを覚えるっていうのから離れてたんですけど、やっぱりすごく、あ、納得だなと。すごくやっぱりよくできた踊りで、もうさすがやと。僕みたいなダンス泥棒ね、ダンス泥棒ですよ、ダンス泥棒にはとてもできないデートでございました。ということで今回ダパンプ USA 振り付け、一応全編ですね、やってみたっていうか覚えてみたっていう動画だったんですが、いかがだったでしょうか。まあ、よかったら、シェアを、ね、シェアの方していただいたり、なんだったりって感じです。はい、いや本当お疲れ様でした。もし全編見てやっていう人がいたらね、あのコメント欄とかツイッターとかで教えてくれたら、僕は本名は言わんけど本望です。以上、ビガリでした。ありがとうございました。1時間半喋りっぱ、これは喉がやられたけど、僕はもういいんです。それで本名本望です。